ハンス・ヘルム・ートギルストはドイツの小説家。代表作に第二次大戦時のドイツ軍の実装を描いた0 8 1 5三部作がある。警察官の息子として東プロイセンのオステローデに生まれた。少年時代は父親の転勤に従って東プロイセンの様々な地方で少年時代を過ごす。カイザービル・ヘルム・ギムナジウムを経て1931年高等。 商業学校入学。1932年ミューレン騎士寮の水筒部門で働く。熱烈な愛国者であった父親の勧めもあり、1933年4月1日、ライヒスベイアの職業軍人を志願し、帝ニヒスベルク中トンのプロイセン第一、公社法連隊に所属する。その後彼は、五朝から軍曹と進級し、1937年には、総長となる。 第二次大戦開戦とともに、ポーランド侵攻、フランス戦役さらに大祖戦に参加。1943年少尉に任官し、オーバーバイエルンのアルテンシタット、ショーンガウの第四校舎学校で監督将校兼戦士教官として勤務する。この官副官としての勤務上数週間兼任の国家社会主義指導将校であったことがある。 1944年には中尉に昇進。戦争終結直前には本部中隊の中隊長職に就いていた。キルストと同時期に校舎学校に在籍していたのが後年のバイエルン州首相フランツ・ヨーゼフ・シュトラウスである。シュトラウスは同校のネスフォー任務でキルストの前任者であったと言われている。彼自身は国家社会主義自動車軍団に所属していた過去があるが、 終戦直後アメリカ占領軍から政治的な罪とがなしと判定されてショーンガウ軍の軍長代理に任命されていた。その彼がキルストを国家社会主義者としてアメリカ占領軍に告発した。キルストとシュトラウスの長年にわたる個人的、政治的な確執の始まりである。キルストはこの告発によって9ヶ月間ガルミッシュの米軍収容所に収監される。 この時に彼の最初の創作ノートが作られた。キルストは米軍の捕虜状態からは在家なしで解放されたが彼はそれをドイツの東下震災委員会に証明しなければならなかった。シュトラウスはまたしてもこの委員会の議長として作家を自称していたキルストに2年間の執筆禁止処分を課した。1947年、キルストはミュンヘンに転居し、 最初は庭師、道路工事作業員、劇団の文芸部員、地方自治体の初期などの臨時雇いの仕事に就いた。1972年まで続いた、ミュンヒナーミッドターク神での映画批評もこの時に始まったものである。1950年には、最初の小説、ビーやノンテン・イン・ガルジェンストリックを発表している。1954年、08、 15三部作の第一作を発表。第二次大戦中アッシュという兵士が上等兵から軍曹を、少尉と類進していく間の体験を描いて世界的な成功を収めた。この作品はまたヨアヒム・フックスベルガーの主演で映画化されて大ヒットした。1950年代、彼は勢力的にドイツ再軍備反対運動に加わったが、それは とりわけ新国防大臣シュトラウスからの激しい反発を引き起こした。1960年と1962年、彼はファブリック・デア・オフィジル及び将軍たちの夜という共に映画化され世界的な評判を取った二つの小説を発表することができた。彼はその印税をとりわけイスラエルの社会福祉団体、ポーランドの戦災孤児、 ノルウェーの学生などに対する事前の目的で使った。1961年、キルストは女優のルートミュラーと結婚し、彼女と娘ベアトリスと共に、ミュンヘン南のシュタンベルガー湖畔沿いのフェルダフィングで暮らした。1967年、バイエルンの風刺作家、ルートビヒトーマの生誕100年記念に際して、社会への奉仕に対して与えられる。 ルートビヒトオマメダルの基金を拒出した。1969年から彼は映画批評家としてもマインズの ZDF で映画ファンへのための番組に出演していた。1972年から1975年までミュンヘン・アーベント・ザイツングのコラムニストであった。1987年、重い病気の兆候が現れ、バイエルンからニーダー・ザク選週。 オストフリースラントのベルドゥムに転居した。その地で1989年2月23日に死去した。生涯で約60編の小説を執筆し、ドイツの戦後作家の中で最も成功したベストセラー作家の一人となった。推理小説も執筆したが、同時にナチズムという過去の克服にも正面から取り組んだ。彼の作品はドイツの批評家からは常に、 大衆文学に分類されていたが、一方外国では最高位の文学賞を受賞している。キルストの出世作であり、代表作である、ナチス時代のドイツ国防軍陸軍の兵衛内の訓練や日常を描いた08-15三部作は1955年、三笠書房より08-15兵衛の巻、08-15戦線の巻、08 15終戦の巻きとして、桜井正虎、桜井和一,一、藤村博城山義彦によって役出されている。08-15とは、第一次世界大戦で、残豪戦で敵を、こ着状態に陥れたドイツ軍の、水冷式 MG08 銃機関銃を下半式に改良した MG08-15 の愛称である。ドイツ語では、ヌルアハと、フィンフツーンと読み、 現在も、下記の意味の言い回しに用いられている。ありきたりな、特別でない企画品、標準品時代をくれきるストが、どの意味でこの機関銃の愛称を、小説の題名に採用したかは定かではない。この、0 8 1 5三部作は、パウル・マイ監督、エルンスト・フォン・ザ・ロモン客職、ヨアヒム・フックスベルガー主演で映画化された。に疲れた将軍を描いた、将軍たちの夜も、 主人公であるタンツ将軍をピーター・オトゥールが扮し映画化されている。ありがとうございます。